ジャイアンツは1956年公開のアメリカ映画第29回アカデミー監督賞を獲得。また、アメリカ国立フィルム登録簿に2005年度新規登記されたシマロンなどの小説で知られる女流作家エドナ・ハーバーが書き終えるのに12年間かかったベストセラー小説を映画化したジョージ・スティーブンス監督の大河ドラマである。ドラマの中心となるベネディクト家は 移りゆくテキサスを映す鏡である。監督は、その日常的な細部を国名に悠然たるテンポの演出で描くことによって、雄大なテキサスのエピックを完成しようとした。リアリズムを基調として、包廃たるテキサスの発達史を描き出そうとしたわけで、野心的な試みである。また、女性の自立の問題や人種問題など、21世紀に、 なった現在でも直面している問題に対して、先駆的な問題意識を観客に届けている。ロック・ハドソン、エリザベス・テイラー、ジェームズ・ディーンの主役3名が出演。ディーンは、この作品の撮影終了後の1955年9月30日、交通事故により24歳で急死した。テキサスに59万エーカーもの広大な土地を持つ、牧場主嬢ダンベネディクト2世が、 頭部の名門の娘、レズリーを妻に迎える。初めてテキサスを訪れた彼女はその途方もない広さに驚き、頭部とはあまりにも異なる人間の気質と生活習慣に戸惑う。夫の姉、ラズの冷たい視線にも苦しめられ、一時は夫婦の間の絆にも危機が訪れるが、レズリーは持ち前の粘り強い性格でそれを乗り越えていく。 このレズリーに密かに心を寄せるが、ひねくれ者の若い牧道のジェットリンク。彼は自分に対する唯一の理解者であったラズが、落馬事故で亡くなり、遺言で自分に土地の一部を残してくれたことを知る。ジョーダンは自家の農地が分割されることを嫌い、相場の二倍でその権利を買い取ることを申し出るが、ジェットはその土地にかけてみることを決心する。彼は油田ブームの到来を知り、 自分の土地でも石油が出ると信じ、土地を抵当に、石油の採掘を行う。資金が底を突きかけた時ついに油田を掘り当て、大金持ちになる。吹き出した原油を全身に浴びた姿で、泥酔して、ベネディクト家に乗り込んでレズリーに馴れ馴れしい態度を示す。ジェットは、夫のジョーダンに殴られるが、隙を見て、彼を殴り返し、そのままトラックで逃走することに成功する。 ジョーダンとおじのバウリーはもっと早い段階で奴を倒しておくべきであったと後悔する。歳月は流れ、米国でも屈指の大富豪になったジェットは資材を投じて病院建設などの事前事業を展開し、地方の名士の仲間入りを果たした。これに対し本業の牧畜業がうまくいかなくなったが、やはり石油事業に乗り出し巨万の富を得た。 冗談であったが成り上がりもののジェットの成功を苦々しく思っている。やがてジェットは巨大なホテルを建設し、その祝賀パーティーにベネディクト一家を招待する。ジェットの富に張り合うため冗談はダグラス DC 機を新調し、パーティー会場に一家で乗り込む。しかしながら祝賀パレードで娘のラズ2世が自分に断りもなしにジェットを称える王女役で、 オープンカーに乗っているのを見て不機嫌になる。ホテルで息子のジョーダン3世のメキシコ人の神父が人種差別を受けたこと発端としてホテルの祝賀パーティーの席で両者は対決の時を迎える。パーティーの席でジョーダン3世を打ちのめされたジョーダンはワインセラーで決着をつけることを申し出る。しかしながら泥酔しふらつくジェットを見て打ちのめす価値もない男と感じたジョーダンは 並んだワインの棚をドミノのように押し倒して去る。しかし冗談もジェットに富で張り合おうとした自分の火を悟り、キっとは自家用車でドライブ旅行することにした。ふと立ち寄った白人のテキサス男が経営するレストランで経営者がメキシコ人を差別して追い出そうとする場面に遭遇し、意見をしたことから両者は殴り合いの喧嘩となる。 大男同士の激しい殴り合いの結果、ジョーダンは打ちのめされてしまう。帰宅後、ジョーダンはソファーで、レズリーの膝枕で横になり、レズリーは彼の行動を褒めたたえる。そして、白人の孫とメキシコ人との根血の孫を満足げに眺める。この物語に、ジョーダン3世、ラズ2世、アンケル2世位らが複雑に絡み合い、 メキシコ人差別の問題も盛り込みながら30年間のドラマが繰り広げられる。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011129ページ。ありがとうございます。